この辺が、あ、本当は今は緑色じゃないんだね、宇都宮駅、ね、めちゃくちゃ緑色だったよね。2階でございます。すぐ2階、ここか。うわ、良さそう。あれ、めっちゃ磯キムチ、うん、辛くて美味しいやつやん。なんか星だらスープ、うん、なんか作り方調べたら多分、へー、ぶっかけ韓国海苔だって、使いやすそう。進んで買うの、うん、いいんじゃない。木のソーセージ、へー、めっちゃ宇都宮駅。ライトキューブ宇都宮。ちょうど LRT 来たわ。完全にもう名物っすね、かっこいい LRT。 ちょっと手前のやつ形崩れる。本当だ、これがライトラインエクレア。へえ。また入ってくるんだけど、あ、じゃあそんと聞こえよ、そんと聞こえよ。すいません、全然全然。こんにちは、こんにちは、こんにちは。島田線多分あれ売ってんじゃねえと思って LRT のビール。でも残念だけど、たまたまだから。あ、でもあれもうあれ終売ではなくて、そのうち入ってくる。じゃあ楽しみ、それ買い来ようぜ、また。いや、全然全然、また呼ばせてもらいます。あとお願いします。司ボタンの会、社長さんが来てくれるの。そう、へー。司ボタンってあれですよね、朝ドラの牧野さんの、そこが売った蔵で作って。へー、これもいいよね。土曜日のクリテリウムはさ、電車で来て飲むとかいる、うん、あ、そういうのも楽しいよね。ちょっと帰り寄れるもんね。この日あのブリンチェじゃないの、ジャパンカップで自転車のレースやってないの。うんうん、キブナキャップかわいい。キブナだね。キット&ベジ、ベジ業者。キブナなんかこれ、これまたコロンとしたキブナじゃないね、これ、ね、コロンとしたキブナはあっちにいるよ、ね、こっちでしょ、キブナのイメージは、うん、どっちかっていうとおもちゃ、ね、駅の市場。今日は春よ来いとリス通り。辻子いいのは買えてよかったね。あれからライバル店があるから合わせてるね。生秋鮭、今日のおすすめ、うん、これが買えたのがマジで嬉しい。嬉しい、辻子、うん、これとあれじゃない、今日はこの出会えたビールがポイントじゃない、うん、石井ブルーイング、ね、よし、帰ろう。さて、とりあえず漬け地でも作りますかね。醤油と酒、多分魚介だからいけんじゃねえかな。昆布、何にせよ多めに作っておこう。醤油を100で、日本酒が倍、200と。で、沸かしますと。ちょっと甘飯を、みりん50、みりんも50足して100か。弱いか。いいだろう、あんまりしょっぱくてもね。沸きましたと。きび糖大さじ1丁入れとこう。これやってる場合じゃねえよ。これをこうで、こうのよっ、お湯かけとくと。ほんでこれっすわ、宇都宮駅の市場で買ってきた生すじっこ、北海道産。意外と安く買えたっていうね。この量まともにいくらで買ったらやばいよね。こんな感じの生すじこ、もう一丁。これが今 530g あるから、
取り前 1% をぶっ込むと。あ、入れすぎ、2% 入れちゃった。そうこうしてるうちに漬け地ができましたよと。じゃ沸いた漬け地は冷やしておきます。でこっちはこっちで温度沸かしすぎたかな。あー、揚げすぎたね。いいね、70度台になった。いいね、いいね。完全に取れたわけじゃないけど、まあある程度綺麗になりました。そしたらこれに漬け地をどのくらい入れるかな。120、240に対して120ぐらい入れてみるかい。うん、良さげな感じがするな。ちょうどうん、こんなもんだろう。漬け地につけまして、これで寝かせます。でこっちは240だから、外縁でもぶっ込んどくか。はい、 1% の外縁。うん、そんな感じですね。なんとなく昆布をぶっ込んでおきます。では本日の作業はここまで。いくら使ってるね。輝く宝石が、あ、大好き。良さそう。うん、醤油漬けもよく吸ってると思う。いいね。